ドリームチェイサーです。今回はこちら、ポケットモンスターのピカチュウトークをゲットしてきました。うちの子たちもポケモンに興味を持ち始めたみたいです。なんと、こちらのピカチュウ、ピカチュウ&ニャースの言葉を約80種類収録してるそうです。こんな感じで、ニャースが翻訳機で翻訳してくれるんですね。ニャース型翻訳機を使ってピカチュウとコミュニケーションが取れます。ピカーという楽しい言葉には、抱っこしてほしいみたいにゃ、など、いろいろ翻訳してくれるんですね。はい。ピカチュウのリクエストに答えることで会話がつながるよということで、これも面白いと思います。ピカチュウトークの遊び方がこちら。ニャース型の翻訳機を口元に近づけます。ピカチュウがお話しした後に近づけると、ピカチュウがこう言ってるにゃ、などと言って翻訳してくれるんですね。ニャースの翻訳を聞いたら、ピカチュウから話してあげるといいそうです。ピカチュウから抱っこなどのリクエストがあった時には、ピカチュウのリクエストに合わせて、抱っこしてあげたり、起こしてあげたり、くすぐってあげたり、そのようなアクションをしてあげてください。ピカチュウが反応したら翻訳機を口元に近づけると翻訳してくれるそうです。うまく反応しないときには大きく揺らしてあげるといいそうですよ。ピカチュウが横になったり傾いたりしている状態では、揺らしたり起こしてあげたりというアクションをしても反応してくれないときもあるそうです。ここちょっと使ってみながら見てみましょう。ピカチュウには単4のアルカリ乾電池が2本必要なので用意しておいてください。はい、では早速ピカチュウのお顔が描かれているこの上のところから開けてみたいと思います。はい、ではどんな大きさのピカチュウが入っているかな。じゃじゃん。お、あ、いい大きさ、すごい、かわいい。これもしかして個体差あるかもしれないけれども、とっても可愛いお顔のピカチュウが入っててくれました。そしてこれとはまた別に、あ、なるほど、この横に壁にくっついてるような感じでニャースの翻訳機が、これは思ったより小さいですね。はい、こちら取れるのかな。はい、取ってみましょう。横のところにこんな感じでくっついています。はい、じゃあピカチュウの袋を開けましょう。かわいい、かわいいなー、ピカチュウ。はい、そしてニャースの翻訳機も出しちゃいます。こちらには電池は必要ないのかな？なんか、どうなってるのこれ。不思議。ここが、デジタルな感じになってるかと思ったら、そうではなくて、本当に何もないというか、トランシーバーとかではなくって、普通のなんか、チップが入ってるのかなって感じですね。はい、では、ピカチュウの頭の後ろオープン。はい、あ、こういうのが入ってるんだ。なるほど。で、この中を開けちゃいます。ドライバーが必要ですね。はい。開けてあげたら単4乾電池を2本入れます。向きに注意して電池を入れます。はい。あとは蓋を閉めれば OK。電池を入れた後はひっくり返して下を見るとここにスイッチがあるんですね。オンの方に入れます。ピカーと喋りました。ではこちらを中に戻します。苦しそう。はい、ぴったりと後ろをくっつけたら前に戻します。はい。これはどうやれば喋るのかな？大きく揺らす？あ、甘えてるような声を出しました。
ういう感じかな。ピカチュウどうやっておしゃべりするのかな。ピカチュウ、ピカチュウしゃべって。このようにちょっとうまく反応しないときは一回こちらを取り出してみましょう。はい、この部分とこのニャースのこの部分が反応するぞ。ピカチュウがもっとお話ししたいって言ってるにゃ。ピカチュウがもっとお話ししたいって言ってるにゃと言います。抱っこしてほしいみたいにゃ。ピカチュウ喜んでるにゃ。はい、ニャースの翻訳機との連動は別に大丈夫そうなので、では中のセンサー部分ですねの位置をちょっと確認して調整してみたいと思います。この口元のところにこの出っ張りが当たるように奥までちょっとしっかりとセットしていきましょう。はい、大丈夫かな。口元、今顎のあたりやったのかな。もうちょっと上かな。ピカチュウがもっとお話ししたいって言ってるな。お、ちゃんと翻訳してくれました。抱っこしてほしいみたいにゃ。はい、抱っこ。あ、喜んでる、かわいい。ピカチュウ喜んでるにゃ。すごい。ありがとう。なんかうまく反応するときとなんかすっごい喋り出しましたね、ピカチュウ。この悲しいことがあったって言ってるのにゃ。一緒に笑って元気出すにゃ。ピカチュウをくすぐるのにゃ。かまってくれないから寂しいって言ってるんでいこ。かまってくれないから寂しいそうです。いい子ね、いい子ね。なんかすごい可愛いんですけれども、どうしたらいいんだろう。喋り始めたら止まらないピカチュウとニャースの翻訳も結構長い音声が入ってるので、本当子供が遊べばずっと遊んでられる感じかもしれないですね。黙ってくれないから寂しいって言ってるにゃ。抱っこは結構大げさにやんなきゃダメなのかな。抱っこ、抱っこして揺らしてあげればいいのか。これでいいかな。あ、喜んでました。そして翻訳してくれないっていう。よっぽど楽しいんですかね。すごい。結構、このニャースの翻訳機を押し当てなければいけないので、押し当てるほどにちょっと顔が潰れる気がするんですけど、もっとくすぐったらどうなるんだろう。あ、最後、10万ボルトやられたっぽいんですけど。はい、こんな感じで遊べるんだ。すごい。面白い。謝ってるから仲直りにゃ。仲直り。ねえ、かわいい。今度は怒ってるみたいです。どうしたんだろう。すごい、こんなのもあるんだ。かわいい。
嫌いなの？面白そんなこと言ってないでニャーが怒られたニャー。あ、言ってないそうです。よかったよかった。ピーターはーい、よかった。はい、かわいいピカチュウ。本当におしゃべりしてるような感じで、もう結構エンドレスに遊べますね。これ、子供とも一緒に遊ばせてみたいなと思います。どんな反応するかな？本当にかわいいです。はい、ということで今回はピカチュウトークを開けて遊んでみました。今回は開封編なので、うまく反応しなかった方は参考にしてみてください。今度はもっともっとたくさん音声を聞いていきたいと思うので、次回もお楽しみに。以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。